トゥターエフ氏の紋章、トゥターエフは、ロシア連邦ヤロスラブリ州の都市。人口は、2002年国勢調査で42,644人。州都ヤロスラブリの 40km 北西にある。ダニロフ丘陵の西側に位置し、北西から南東へ向かって流れるボルガ川の両岸に、町が広がっている。1918年以前、トゥターエフは、 ロマノフ・ボリ・ソグレブスクと称した。1822年に、サーリの直令で一つの町となる前は、ボルガガワウガンのロマノフとサガンのボリ・ソグレブスクは、別々の町であった。ボリスク・ストーディエフ、ボルガソイの三作路、1909年ロマノフは、ヤロスラブリコロマン・バシリエビチにより1370年頃に、建設され、公の名を取り、ロマノフと名付けられたと伝えられる。 15世紀には、ノガイオルダの支配下にあったロマノフは1491年に、モスクワ大公国に編入された。一方、ボリソグレブスクは15世紀末に記録に初出し、当時は、モスクワ大公国支配下の漁村であったことがわかる。ボリソグレブスクとは、聖ボリスとグレブに由来する。1777年に、両岸の町はそれぞれ市として認められ。 1822年に合併した。20世紀初頭までは羊の飼育と羊毛作りを行う町だった。ロシア革命後の1918年、ヤロスラブリ放棄で戦死した赤軍兵士イァントゥターエフにちなんでトゥターエフと改名された。死の人口の多くはボルガ川右岸側に住んでいる。市街地のうちボルガ川沿岸一帯には、 木造の古い家々みや旧聖主復活、大聖堂などの歴史的建築物が立ち並んでいるが、川から離れた部分には、ソ連時代のアパートが立ち並んでいる。ボルガ川の対岸へ渡る橋はないため、住民はフェリーで川を渡るか、北のルイビンスクもしくは南のヤロスラブリなど橋のある、町まで車を走らせている。ボルガの左岸側には17世紀から18世紀に、 遡る聖堂が、右岸側より多く立つ。例えば、十字架巨栄大聖堂、ゼ救旧聖主復活大聖堂、ゼ生真女非護聖堂、などがある。トゥター F には、旧ソ連でも最大級の自動車、トラクター用、ディーゼルエンジン工場が立地している。ヤロスラブリからルイビンスクを経て、ボロ越えに至る、鉄道路線の視線がトゥター F に伸びており、 終点のトゥターエフ駅は、ボルガガワウガンにある。近郊には、世界初の女性宇宙飛行士ワレンチナ・テレシコアの、生まれた村があり、その記念館がある。ありがとうございます。